わからないわ、あとしてなんだっけ。それすら夜の手にほどされて愛の用意。手間かけたからいいものができるとは限らないけど、できると信じてやっているし。今のテイク良かったね。もう本当ボカロ自体が僕は好きなので、ずっとでボカロ三昧の時も楽しくできたので、今回もすごい楽しくやってます。ボカロはエグいっすボカロはもう大変っすね。僕あれですよ、130からコツコツテンポ上げてきましたからね。音域にない音をどう出すかっていうのを探るのがやっぱそう、カバーとかの大変なところだった。あとやっぱりまあ自分が納得するフレーズ考えなきゃいけないから結構時間かかりますね、一曲終わらせるの。大変だけど、まあなんかやっぱりボーカロイドってテンポ感もいいから楽しいよねとは思います。尺八なら取れるかなっていうフレーズは尺八が担いつつ、尺八がプラスアルファを作る多分今回役割に徹するんじゃないかなと思うんで、最近のボーカロイドの傾向ってこれなんだなっていう風に流れを感じながら歌ったんですけど、めっちゃ難しかったです。いや我々のはやはりクオリティ高いと思うよ、自信はある。